ニコニコの方に、すいません、ちょっとね、今走ってたもんで汗だくで、そう、ちょっとこれ脱ぎたいぐらいなんですけど、な脱ぐキャラになっちゃうのあれなんですけど、すいません、カメラをね、つけるの忘れてましたね。レンズをつけるの忘れてましたね。はい、ちょっと待ってね。はい、あ、これでいい感じ。はい、ちょっと汗だくですけど、いい感じになりましたね。はい。レンズなしでいいと思う。いや、レンズなしはちょっとアップすぎるかなっていう、はい、問題もあり。これぐらいでいいかな。はい。ペリスコープの皆さんもありがとうございます。ごめんなさい。今ね、ちょっとね、悲劇が起きてですね、Facebook ライブの方が落ちました。やっぱ新しい iPhone 買わないとダメかな。そう、てか暑いね、ちょっと。寒いけどね、ちょっといやいや、窓を開けて。うん。もう脱いちゃえって。いや、脱ぐキャラになりますよね。はい。で、なんでレンズ使ってるかっていうと、そう、レンズをね、使うとね、この辺にパソコンで、この辺にパソコンがあるんですけど、パソコンでね、こう打ちながらやってもこのぐらいの距離でできるっていう、Facebook ライブもやっておりますが、今やろうとしたら落ちちゃったんですよね。なんでですかね。Facebook ライブさんどうなってるんですかね、これはね。OK かな。はい。ほ、いけ。あ、コーナー入りましたね。そうですね。はい。というわけで、始まりました。で、いいレンズでしょ？これ iPhone とは思えないようなレンズ。すいません。ちょっと汗だくで。なんですけど、だいぶ筋肉つけないの。いや、一応ね、ほどほどにつけてはいるんですけど。はい。X じゃなくて iPhone X 買うの、だいぶ。買うかもしれないですけど、とりあえず今困ってないんですよね。別にね。iPhone X 買ってもいいんですけど。そう。という感じで今日もやっていきたいと思います。で、今日はですね、すいません、汗だくの中放送するんですが、夜寝る前に走るのおすすめですよ。夜寝る前に走るとですね、睡眠の質が向上するってことが分かってるんで、で、今日はノイズが乗らないようにマイクの位置をですね、他のね、これ今3台の iPhone で放送してるんですけど、他の iPhone から遠ざけてみたんですよ。だからこれ多分ね、いけるんじゃないかなっていう感じなんですけど、はい、そんな感じで、やっております。で、今日なんですけど、シングルタスクの話ですよね。多分最後のシングルタスクの話を1個やって終わりかな。このシングルタスクシリーズ終わりかなって。シャワー浴びるよねって。いや、浴びようと思ったんですけど時間がなかったんですよ。結構汗だくです。ずっとこうやってやってたいぐらい汗だくです。ちょっともうちょっと窓開けとこうか。あんま開けすぎるとね。炭酸水ってダイエットにいい？いやー、わかんないけど、そんなに効果は、めちゃくちゃ効果あるわけじゃないんじゃないかな。そう、これ今日でシングルタスクのね、最後の回ですね。シングルタスク最後の、回なんで、そんな感じでやっていこうかなと思っております。そう。でね、結構ね、なんて言うんですかね、なんて言ったらいいのかな、いろんなね、こう、ものが見えてきたというか、ちょっと自分もね、やりたいことが見えてきたんで、やっぱニコニコのみんなとかね、このペリスコープとか、ね、この Facebook ライブとか、こう、皆さんの何かをね、やれたら面白いなと思ってるんですけど、あ、夜に走るの怖い、夜道走るの怖いって、いや、僕、外走ってないですから、ジムがあるんで、そこで走ってました。はい。で、今日の、テーマですね。シングルタスク入門ということでやっていきます。集中力を最大化し、人間関係まで良くなるシングルタスク入門ということで、やめずめの仕事を手っ取り早く片付ける唯一にして最強の方法。あなたの集中力を奪うマインドレスな悪魔、マインドレスな悪魔ってのがいるんですよね。マインドレスな悪魔の見つけた方。で、目の前の仕事に集中できるようになるアンチサイガルに効果。で、会員限定の部分で、集中力を維持するためのホワイトノイズですね。よく集中力上がる音楽あるんですかっていう話が出たんですけど、ホワイトノイズが、まあ、ね、完全に効果あるってわけじゃないですけど、まあ、多少効果あるんじゃないかって説があるんで、そのホワイトノイズの話を少しします。ホワイトノイズの、使い方のお話と、3日のタスク監視で、NTD リストを作れば本当にすべきことが分かる。NTD リストって、まあ、not to do の略なんですけど、not to do リストの作り方、正しい作り方について、ご紹介しようかなというふうに思います。で、あとはですね、で、これね、ホワイトノイズの使い方なんですけど、ただ効果はあるんですよ。ただ、イヤホンでやったらあんま意味ないよねって話なんですよね。ていうか、まあ、あと、というよりかは、ホワイトノイズを使うんだったら、他に使うべきものがあってですね、実は僕が使ってるこのイヤホン、これはその機能を持ってるんですけど、まあ、そのお話もちょっとしたいと思います。はい。できる人の特徴はシングルタスクかける細かい休憩とか、あと集中する人は1日何回 SNS を見るのか。そう、だから集中力が高い人は1日 SNS をどれぐらい見てるのかって話ですね。はい。そろそろ髪を切らないと前髪が刺さるようになってきましたね。はい。で、次、すべての、ながら行動を短期集中行動に変える。そう、ながら行動って良くないんですよ。結局ね、ながらでやった場合、同時進行の方じゃないと仕事が終わんないよっていう意見をね、たくさん前回の放送の後いただいたんですけど、同時進行でやった場合で一個一個のタスクにかかる
かってる時間と、一つ一つのタスクをですね、集中してやってった場合のですね、時間をぜひ測ってもらいたいんですね。で、測るとわかります。同時進行がいかに効率が悪いかってことが、よくわかると思います。つまり、一個一個のですね、仕事をですね、別々にやった場合と、同時進行した場合、例えば三つのタスクを同時進行して30分で終わるんだったら、一個一個集中してやれば15分で終わるみたいな、そういう話ですね。だから結局合計時間が たくさんやってるように見えるんだけど、合計時間で言うと、あんまり変わらないですよ、って話ですね。で、仕事によると思うって、じゃ、っていう人もいるんですけど、どうなんだろうね。同時進行でやった方がいい仕事って、単純作業で頭を使わない仕事になると思うんですよ。で、まあ、言い方あるんですけど、単純作業で頭を使わない仕事って、得てして給料はあんま良くないし、あとやっててもやりがいをなかなか感じづらいと思うので、そういう仕事はですね、ちょっと対象外としてます、一応、今日のお話では。はい。っていう別にそういう仕事がね、必要はないとか馬鹿にしてるってわけじゃないんですけど、それ楽しいっていう話なので。ですね。はい。で、あとはですね、目の前のことに、全力になったりとかするのすごい大事なんで、そこら辺の話を今日はしていこうかなというふうに思っておりますね。ぜひ、楽しんで、ください。はい。頭使う方が楽しいんですよ。頭使うっていうか、工夫できるかどうかってことがすごく大事なんですよ。その、仕事のやりがいという点では。なんでかっていうと、なんで工夫することが大事かっていうとですね、よく、頭を使わないで、めんどくさいことやりたくないし、頭使いたくないって人いるんですけど、それはですね、もう文字通り人生損をしていて、で、理由は非常に簡単で、頭を使わないと仕事って楽そうな感じするじゃないですか。いろいろ工夫しないと。ところがですね、人間は、自分がやった分だけ何か良くなるってことを、体験したいんですよ。だから頭を使わない、工夫しない人はですね、仕事のやりがい感じられないので、これ理由は簡単で、工夫しないから、自分が頑張って何かが変わるっていう感覚が持てないんです。そうすると自分って存在は果たしているんだろうかっていうふうに思うようになってきて、で、仕事がつまんなくなっちゃうんですよ。で、自分がいろいろ工夫したりやったりすることで、数字がダイレクトに返ってきたりとか、成果がダイレクトに出てくるようになるとですね、仕事って楽しくてしょうがなくなるんですね。だから、最初は不安なんですよ、独立したりとかするのって。だから、起業家の人とか、まあ、僕とかもそうですけど、一人とか、まあ、一応チームはいますけど、リスクを取って自分でやるようになると一番楽しいのは、自分がやった分だけ成果が返ってくるんですよ。で、そうするとですね、途中からですね、だんだん やったらやった分だけ、収入も上がるし、面白いことができるようになってくるので、そうするとですね、やっぱりこう企業に雇われたいとか、自分がこう雇われるってことはその見えないところができるってことなんで、そういう仕事がですねつまんないってことがすごいよく分かってくると思います。別に企業をバカにするわけではないんですけど、企業しかできないこともありますけど、もし皆さんがどうせやるんだったらね、そういう仕事をやってた方がいいんじゃないかなというお話なので、そういうこうね、ところからやっていこうと思います。で、最初から自信ある人なんていないですからね。はい、ちょっと我が家のちょっと神を飾らないといけない方、ちょっとね、はい、偶像崇拝ですね。はい。ニートこそチャンスありだと思います。てかね、ニートってすごいチャンスがあると思ってて、だってそもそも失うもの何もないじゃん、ニートなんだから。失うもの何にもない間ってすごくいいと思いますよ。だって賭け金ゼロで賭けができるんですよ、人生ってのは。ギャンブルと違って賭け金ゼロで賭けができるんですよ。何も持ってない場合は。だから何も持ってない人ってのは、別に減るもんじゃないし、時間とか労力しかないんですよ。時間とか労力って、ぼーっとしてる2時間も、集中力発揮してる2時間も、結局その皆さんにとっての人生の2時間であることには変わりはない。で、しかも健康とか、その認知能力とかそういう部分を考えたら、ぼーっとしてるよりもなんかしてたりとかする2時間の方がですね、価値が高くなるし、健康にもなるわけですよ。ってことは、だったら、ニートであればこそですね、賭け金なしで、例えば、ね、10万かけた、やられたら、ギャンブルで向こうが10万かけてきたら、こっちも10万かけなきゃいけないわけですよ。普通のギャンブルだったら。ところが、ニートの場合ですね、例外で、向こうが100万かけてきて、もう自分は0円で戦えるんですね。だから、ほら、よくスタートアップとか、あと家でこう始めたりとかですね、自分の趣味で始めたことがビジネスになる人なんかは、そういう意味があるんですよね。はい、ミコ様が来ましたね。ミコ様。ちょっとみんなに挨拶するかい？はーい、ミコさんでーす。最近ヌコ様と仲良しなんだよね。寒くなってきたね。はい。っていうところがあると思うんで、ぜひニートの人こそですね、チャレンジしてみるといいんじゃないかなと思います。よく収入が上がらないとチャレンジできないとか言うんですけど、逆ですからね、収入上がったらチャレンジ絶対できなくなりますから、僕だって昔だから大学生の時でですね、別になんていうんですかね、お金はなかったけど、何度でもないだと思った時だからこそですね、日本に全くなかった職業であるメンタリストってものにチャレンジしようと思えたんですけど、もし今だったらですね、今だったらとかもう収入があって、例えば会社があってとか、あるいは僕は結婚していて養わなくちゃいけない人がいたりとかしたら、さすがにそのリスク取るのって結構大変なことになると思うんで、そういう意味で言ってもですね、何もないからこそチャレンジできるっていうふうに考えてもらうといいんじゃないかなって。何もない時にかけるべきものは何かっていうと、熱意と労力と時間です。これだけはかけれるんで。っていうところですね。はい。ニート企業家で0円で戦ったのは Facebook ライブで来ましたね。あ、ニート企業家さんがいるんですね。いいですね、ニート企業家って。はい。
今掛け持ちして猫と遊んでるやん。あ、いい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 、あの指摘がありましたね。マルチタスクは良くないですよ。シングルタスクがいいですよっていうのは、猫の場合は例外でですね、猫がですね、職場にいたりとか、猫によるこういう、なんですか、これ、インタラプトというか邪魔が入るですね、猫ってこう、意外なこう、行動を取るんですよ。で、これによって創造性が高まるってことが分かってるので、猫だけは例外です。ね。ほら。だから作家さんがですね、こういう自分の執筆部屋とか、自分の執筆にですね、猫を関わらせたって有名な話ですけど、理由は簡単で、この子たちが意外なことをしてくれるので、それによってですね、アイディアが出るんですよね。ね。はい。だから猫は神ってことですね。はい。可愛いは正義なんです。な。はい。だってほら、この顔見てよ、これ。これでマルチタスク禁止とか言える？この子が迫ってきて。ほら、ほら、ほら、むしろこの子がシングルタスクですよね。はい。よいしょ。そうですよね。その猫を批判できる人いないと思うわ、本当に。うん。神が作った最高傑作ですからね。そう。うん。はい。ということです。はい。じゃあ今日はじゃあ普通にね、いつも通りやっていきたいと思います。はい。猫と破壊する。ああ。はい、いいですね。はい。猫は正義ですね。っていうね、いやもうほんとにゃ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 、あ、シングルタスクになってた、いけね、シングルタスクになってましたね。はい。ピニャッツいますよ、ピニャッツ。はい。でですね、実はさっきお話ししたんですけど、物事をですね、一番スッキリ終わらせる方法、とっとと終わらせる方法って話なんですけど、一番ですね、その速やかに物事を終わらせる方法っていろんな偉人たちが言ってるんですけど、面白いことにですね、言葉の中でいろんなことを同時にやりましょうって言ってたりする言葉を残してる偉人ってほとんどいないんですね。大きな何かを成し遂げてる人っていうのは、大体一つのことに徹底的に集中することの大事さを説いてるんですよ。だつまり、皆さんがね、わかんない、今は仕事でできないかもしれないよ。でも、皆さんがもし、自由に仕事をしたいとか、裕福になりたいとか、成功したいとか、そういうことを思うのであればこそですね、シングルタスクでできる仕事に集中しないといけないんですよ。マルチタスクが要求される仕事って大した成果やっぱ出ないですから、そういう意味で言うと、そういう仕事をいかに排していけるか、そういう職場からですね、いかにですね、潔く退散することができるかっていうのが、すごい大事になってくると。で、実際にですね、サミュエル・スミスもですね、そういう言葉を残していてですね、やめずみの仕事を手っ取り早く片付ける方法は、一度に一つずつ取り組むことだっていうことをですね、サミュエル・スミスも言ってるんですね。で、これポイントがあって、いや、それだと、でも仕事が追っつかないんですってことを言ってるんですけど、例えばね、ベンジャミン・フランクリンとかもそうだけど、もう例えば政治家やりながらさ、発明家もやったし、例えばそのダ・ヴィンチみたいな、物理学だ、科学もやったし、美術もやったしみたいな、その、すごいたくことをたくさんやってる人たちいるんですけど、彼らはですね、ほとんどシングルタスクなんですよ。もう一つの時期に一つのことがガーッと集中して、成果を出してすぐ次行ってみたいなことをやってるんですね。だから、秋っぽい人って成功しないって言うんですけど、切り替えが早い人って成功してるじゃないですか、起業家の人とか。例えばちょっと前までは美容関係の会社やってたのに、それ売ったかと思ったら、今度 IT 企業やって、で、それ売ったかと思ったら、今度ファッションの会社やってみたいなことやってる人いるんですけど、一つ一つのことにやってる時間はすごく短くて集中してるんですよ。だから秋っぽい人と切り替えの早い人の違いってのは、秋っぽい人ってのはちょこちょこ切り替えてるんですよ。一つのことに集中しないんですね。で、切り替えの早い人ってのは一つ集中して成果を出す、あるいは満足するところまでやったら、それをもうスパッとやめて次行くっていうやり方をするんですよ。だから全然意味が違うんですよ。そこの違いをぜひ意識しておくとね、いいんじゃないかなというふうな話ですね。で、実際にそのハメルスミもそうなんですが、いろんな人が同じことを言っていて、例えばですけど、結局、じゃあ、マルチタスクとシングルタスクの違いなんですけど、いろんなことを同時にやってるのはダメなことなんですか？いろんな仕事ができて素晴らしいことないですか？ってことを言う方がいらっしゃるんですけど、実際ですね、大事なんですよ。確かにいろんなことができるのも素晴らしいんですけど、問題はですね、今目の前でやってることと、目の前で物理的にやってる行動と頭の中で意識してることが一致してるからすごい大事なんです。だから目の前の仕事に集中してるのはいいんですよ。ね、集中してて、で別の仕事にこう切り替えて集中してってのができればいいんですけど、ほとんどの人がやってるマルチタスクっていうのは、たくさんのこと同時にやってるんじゃなくて、目の前でやらなくちゃいけないことをやってるにもかかわらず違うことを考えてるっていう、このマルチタスクです。つまり、肉体と精神がやってることが違うんですよ。だから集中できないし、目の前の作業もなかなか進まないし、ミスが多くなるんですね。そう。つまり、意識と肉体を同じ場所に置くってことがすごく大事なんです。この意識と肉体を同じ場所に置くってことが、今この場所にいて、さらに目の前のことに集中する。これが最高のシングルタスクなんですよ。だから、これを意識するだけで全然ですね、変わります。だから、今自分が目の前のことをやって違うことを考えてたら、ふと気づいてほしいんですね。今自分が目の前でやってる、自分のやってる行動と頭の中の意識がですね、
同じ場所にいるのかってことを考えてほしい。まあ、これいわゆるマインドフルネスな考え方なんですけど、これができなかったら、マルチタスクになっちゃって集中力が減ってるわけですよ。だから肉体と意識を同じ場所に置いてるかってことを考えてほしいんですね。そう。で、こういう時にですね、今日覚えてほしいのは、このマインドレスな悪魔の見つけ方なんですけど、まさにこれです。いわゆる肉体と意識が違う場所にいる状況ってどういう状況なのかということを、思い出してほしいんです。だから、つまり皆さんがやってはいけないこと、あるいは、興味がないこと、あるいは集中力が発揮できてなくて、成果ができて、で、上がってこない状況ってのはどういう状況かっていうと、このマインドレスな悪魔、つまりマルチタスクに囚われている状態なんですね。で、そのマルチタスクってのはどういう状態かっていうと、目の前に今いる、自分が今ここにいてやってる作業、つまり肉体と、頭の中で考えていること、意識が一致してないとき、それはマインドレスの悪魔ですね。もっと言うと、皆さん仕事の中でも集中してガーッと取り組めることとマインドレスの悪魔になることがありますよね。で、僕の場合だったら本読んでる間はもう目の前のことでマインドフルになってるし、猫と遊んでるときなんかもすごくマインドフルになってるわけですよ。瞑想してるときとかもそうなんですけど、ところがですね、やだ。はい。マインドレスな悪魔になってるわけなんですけど、つまりですね、皆さんが仕事してるときに好きな仕事なのか、それともそうじゃない仕事なのかわからないと。で、もっと言うと、別に仕事好きじゃないんだけど、はかどる気がはからないとかあるんですっていう人がいると思うんですけど、そういうときはですね、このマインドレスな悪魔にハマってるかどうかを考えてほしいんですね。自分の肉体と意識が一致している仕事はですね、皆さん集中できているので、その仕事にこうなるべく割く時間を増やしてあげると成果が出やすくなるってことですね。だから仕事の中でもすぐ好きな仕事ができる人って少ないと思うんですよ。なかなか難しいと思うんですよ。だからもう起業しろみたいなことを別に僕言う気もないし、でどうすればいいかって、自分の仕事の中でも集中できる仕事を見つけていて、それをやるんですね。でそれをやっていくと成果が出やすくなって、で成果が出て昇進したりとか地位が上がったりとか収入が増えたりとか、あるいは転職していい企業とかに行ったりとかすると、そこで好きなことができるようになるんです。だからつまり僕が言いたいのはですね、皆さんがシングルタスクになれる仕事を見つけてほしいんですね。でその見つけ方ってのは、肉体と意識が同じ場所にあるかどうかってことを考えると、それが見つかりやすくなりますよって話ですね。はい。あ、めっちゃ早口で聞きますね。ニコニコの皆さんも慣れてるんで、これぐらいのスピードで怒られるんですけど、あ、ペリスコープの皆さんも、はい、見てます。ありがとうございます。はい。っていうことですね。はい。マインドレスな悪魔の見つけ方っていうのもこれで分かりましたね。で、あとはですね、目の前の仕事に集中できるようになる方法ですね。で、これはですね、どういう風にすればいいかっていうと、これ、耐えがれ肉効果って言って、僕の本とか、あとは心理学本とか見たことがある人はね、見たことあると思うんですけど、この耐えがれ肉効果という効果がありまして、何かっていうと、人間ってですね、終わってない出来事に関してはですね、ずっと考え続けちゃうんですよ。だから、例えば、ウェイターさんとかウェイトレスさんとかに、いいレストランとか行くとよくあるんですけど、例えば、その、オーダーを取るじゃないですか。で、オーダーを取った時に、どのタイミングどの料理を出すかっていうのはですね、いいレストランとかだと、ウェイターさんたちとかが決めてるわけですね。だからシェフはですね、そのウェイターさんたちが指示されて食べるスピードとかを考えながら、いいお店の場合はね、サーブするんですよ。だから結構ウェイターさんたちで料理を運んでるだけじゃなくて、料理の状態とか、この人どれぐらい食べるかとか、どれぐらいのスピードを飲むかとかっていうのを見て料理を調節してるんですね。いいレストランの場合、ちゃんとしてるレストランの場合は、逆に高いレストランでそれやってないと問題だったりとか、東南アジアとか行くとですね、いいレストランとか入っても料理いっぺんに持ってきたりするんですよ。前菜からですね、メインからですね、パスタとかまで全部一気に持ってきたりするんですね。そういうところ行った時はですね、ちょこっとずつ注文した方がいいと思うんですよ。だからバリ島とか時々そういうレストラン、いいレストラン行っても全部まとめて持ってくる時あるんですけど、一個ずつ頼んだ方がいいですよ、その時には。うん。そうしないと、ね、まとめて持ってこられちゃってパスタとか伸び伸びになったりとかするので、で、それはまあ置いといて、トラマを置いといてですね。そういうことがあるので気をつけてくださいね。で、何を言いたいかっていうと、ウェイターさんの話でしたね。で、ウェイターさんたちとかって、覚えてるんですよ。で、これだけでもすごい能力なんですけど、実はですね、彼らは、お客さんたちが、ご飯が終わっちゃった、あるいは、発見される元になったストーリーなんです。つまり完全に覚えたにもかかわらず、料理が全部終わって覚えてる必要がなくなった瞬間、人間って忘れちゃうんですよ。つまり人間はまだ覚えておかなくちゃいけない、完了してない情報に関してはよく覚えてるにもかかわらず、一回完了してしまってもういいやと思ってしまうとですね、忘れちゃうんですね。だから途中で終わったアニメとかドラマっていうのはしっかり覚えてるのに、キリのいいところで終わった授業のことは覚えてないっていうのは、まさにこれが原因だったりするんですよね。はい、落ちた。はい。っていうね、そう。じゃあどうすればいいかっていうと、未完で終わらせないでほしいんですよ。まだ途中だな、覚えておかなくちゃいけない、まだ途中なんだなっていう状態でいるとですね、人間って、
そのことずっと頭の中で考え続けてしまって集中力が削がれてしまうのだ。つまりマルシャスが良くない理由は、一旦ある程度のところで終わらせる、あるいは区切りのいいところで終わらせてから次行かないと、 A の作業を中途半端に置いて B の作業に行くと、脳の中の一部はですね、まだ A の作業のことを考えてるんですよ。だから B の作業に集中できなくなっちゃうんですね。だから切り替えの早い人っていうのはどういう人かっていうと、一個一個パシッと終わらせる、あるいはこう自分の中で区切りをつけて 100% まで終わらなくてもいいんだけど、じゃあ今日は 30% までやろうっていうふうに自分で目標を決めて、そこまで終わったっていうふうに自分の中に意識させて、さらに効果を止めるんですね。で、止めることによって次の作業に集中できるっていう、そういう作業なんです。だからつまりまあ料理で言ったら、厨房とか、いい料理屋さんとかカウンターがあって、こう、シェフが料理してるところが見えるお店とか行くと、デザート出てきた時もうキッチン全部片付いてるんですよ。で、なんでかっていうと、彼ら1個料理作ったら片付けて、料理作ったら片付けてってやってるわけですね。だから片付けと同時進行でやってるんですけど、まあ、1個1個の料理を終わって片付けるから次行ける。片付けるから次行けるっていう状態になるんですね。脳も同じなんですね。そう、だから、前菜作ったまな板の上で、そのまな板を、綺麗にしないで、で、次メイン作ってとか、デザート作ってってやってったらぐちゃぐちゃになるじゃないですか。だから皆さんの脳もそういう風にならないように一個一個終わらせなくちゃいけないっていう、いう考え方をするといいんじゃないかなと思います。で、これを止めるにはどうすればいいか。で、つまり、でも 100% 終わらないと気になっちゃうんですよ、人もいると思うんですけど、止めるためにはどうすればいいか。で、僕はまあ、アンチサイロニック効果っていう風に勝手に呼んでるんですけど、方法があるんで、これをご紹介します。それはですね、一日一回ですね、シンプルに物事を考える、っていうことがすごく大事なんですね。で、まあ、日記をつける時間とかでもいいし、予定を立てる時間でもいいんですけど、これを作ってほしいんですけど、朝起きてから、5分とかでもいいし、お昼休みに5分とかでもいいんですけど、区切りをつけてですね、あ、午前中ここまで終わったから、じゃあ午後はここまで終わったらよしにしようとか、今日は午前中大事にこれをやろう。で、午後にはこれをやろう。家に帰ってきたらこれをやって、それで寝ようみたいな風に、こう自分でこうね、プランを立ててほしいんですね。で、一日の終わり日記を立てる、書くときとか、仕事が終わったときでもいいんで、もうすぐ仕事終わったときが一番いいんですけど、業務日誌じゃないんですけど、自分の中で仕事日記をつけてほしいんですね。で、1行とか2行とか3行で全然いいです。ここまで今日は終わった。明日はこれをやろう。で、明日それをやったら、今日はここまで終わった。じゃあ明日はここまでやろうっていう風に区切りをつけてほしいんですね。で、この区切りをつけるために日記を使ってみましょうって話ですね。だからプランを立てることと、そのプランがどういう風に進んだか、で、明日の予定を立てる意味も込めて日記をつける、プランとダイアリーですね。プランを立ててダイアリーを書くっていうの作業をぜひやってほしいっていう感じですね。で、これはですね、よく目標で計画倒れする人っているんですけど、計画倒れする人って面白いのが、毎回のその予定の調整っていうのはやらないんですよ。計画倒れする人っていうのは、無茶な予定を立ててですね、で、今日例えば半分しか終わらなかったって言ったら、明日ですね、100やろうと思ってたのに、今日50しか終わらなかったら、明日150やろうと思うんですよ。無理ですから。そしたら調整すればいいんですよ。そういう風に日記をつけて、自分の速度を測りながら、かつ新しいプランを徐々に。